吉田さん、まあ悪目立ちしてみてください。まあ悪目立ちじゃなくてもいいんですけども、そうですね、好奇心のままに行動してくださるのが吉田さんらしくていいかなと。真っ先に手を挙げるっていうのは他の人も考えてると思うんで、もうじゃあそろそろ質問コーナー行きましょうかって言って、前振りがあった段階で立ち上がってね、両手でこうやってアピールして、おーいみたいな、こんな感じで絶対当たるだろうみたいなアピールをするか、当たんなくても目立つようにしていくとかね。あとよくボールを投げるって言いますけど、本当にボール投げてみたりとかね。あと、おいフォルゲーとか言ってからね、お前ラブダー潰してんじゃねえぞって、まだそんなこと言ってんのって言われそうです。まあけどね、ライブドア時代の堀江さんっていうのが私にとってもすごく印象にありますよ。あの頃も宇宙についてのなんかね、事業やってみたいってことを言ってましたしね。それからやっぱりこう9500億円時価総額を上げて、なんかね、当時ね、世界一の会社って7兆円ぐらいの時価総額だったらしいんですよ。ですんでライブドアがおおむね1兆円いってたから、もうすぐじゃねえかみたいなね、そんな話で盛り上がってましたけども、まあインターネットの世界ってのはそれからものすごい膨らんで、あれでしょ、イーロン・マスクさんなんてそれから黙々と力を貯めて27兆円でしょ、個人資産がね。時価総額みたいなレベルじゃないですよね。それから当時はまだビットコインみたいなのも出てきてなかったんで、送り人なんて言葉はないですしね。だからね、やっぱこう当時考えていた未来ってのが、当時のインターネットが入ってきたぞ、すげえぞ、儲かるぞ、IT 企業みたいな、なんかよく考えてやら分かんないような世界がね、そのまま延長線で続くのかなと思ったら、延長は延長なんだけども、もう全然違うレベルの延長行きましたよね。インターネットの発達ってのは、それを地盤にして、様々なテクノロジーとか、様々なマーケットや様々な分野を作ってくれたと。VTuber なんてのも当時なかったですね。いや、本当面白いですよ。面白い。で、その黎明期に曲がりっぱなにね、私たちはいい年代でポーンと乗ったと。だってそのライブドアっていう会社ができた時に、僕らが3歳とか4歳だったら若すぎてその刺激を受け取れないし、逆に70代とかだったらもうね、年取りすぎてその刺激を受け取れないし、その時代に乗ったって思えるのはやっぱり20代とか30代で、ライブドアって会社がドーンってあって、ヤフーのなんか0円 BB パックバーンってあって、スマートフォンや携帯電話がただでザーッと投げられて、電気自動車がザザーッと拡大してね、ソーラーパネルをバーッと引かれてみたいな、なんか今までにないような世界がどん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 広がっていったぞみたいな時に、20代30代ってのが美味しいんじゃないかなと思うんですよ。だからロスジェネっていう言葉があります。確かにロスジェネなのかもしれません。旧世代型の工場をいっぱい作って、そこに勤務すること、そしてその勤務した延長線上に工場長を目指す、もしくはオフィスに勤めてね、叩き上げの幹部候補生から、それから徐々に出世競争に勝って、会社の中で営業で一番、企画で一番みたいな感じで争いの中ね、競合にも勝って、それから正社員、中堅、幹部候補生、部長、役員みたいな、そういうルートで言うならロスジェネ世代はロスジェネなのかもしれません。でも私たちロスジェネ世代ってのはすでに時間が変わって、時代が変わって、私たちが幼い頃見ていたそのマーケットや仕事を目指すならロストジェネレーションになりうるけれども、こと IT ってものに20代とか30代で向かっていったらゲットジェネレーションになったんじゃないかなと思いますよね。まさに今40代50代で、まあ、時間とお金の自由を手にしている、そんな人がいるとしたら、間違いなく IT の恩恵を受けてる人が多いじゃないかなと思うんですよ。逆に IT が得意なのに生活が苦しいっていうロストジェネレーションっていうのはあんまりないんじゃないかなと思いますね。だから私も速化塾ってものに関して、同じロストジェネ世代に対して IT が苦手な人に IT を得意になっていくだけで、私と同じように自由を手にする確率はすごく高まるよっていうふうな発信をしてますけどね。まあこれはおおむね間違いないと思うんですよ。だからIT が苦手分野ってのは、どの世代でもそれはロストジェネレーションしちゃうよねっていう。70代80代でも IT が苦手だったら、さすがに資産構築きついから年金で暮らそうみたいになっちゃうと思うんですよね。それからやっぱりこうね、今をときめく10代の皆さん、それからまだ10代にもなってないもっと若い人、すでに身近にあるスマートフォンで YouTube 画像を見ながら育ってますよね。私たちの幼い頃は一家にテレビが1台、せいぜい中学生になった時に自分の部屋にテレビを
ね、なんとかお貸してくれみたいな論争で、私はね、幼い頃まだ白黒テレビだったですからね。昭和47年でも。白黒テレビを見ながら、カラーテレビも、ついに買ってきたぞみたいな。14型だみたいな。14型ってこれちっちゃいですからね、今で言えば。今、ちょっと小さめだなっていうパソコンの画面でも23型ぐらいとかですもんね。すごい小さかった覚えがある。ブラウン管でこう、奥行きがあるし。部屋がだからちっちゃくなるんですよね。まあ、そんな時代ですよ、時代が変わる。つまりは時代が変わるってのも変な言い方ですよね。時代ってのは時が変わるって書いて時代なのに、時代が変わるって言ったら時代が変わることが変わるみたいになっちゃうんで。でも変わらなきゃっていう概念も変わっていかないといけないでしょうね。もうね、まさにそれですよ。変わる代、これでいきましょう。いってらっしゃい。